段ボールを使って増加用のフラワーベースを作ってみました。まずちょうどいい箱を選びます。その中に断面が見えるように切った段ボールを敷き詰めていきます。段ボールの高さは同じにしてください。上から1-2センチ開けましょう。この並々のところに造花の茎を刺していきます。作りかけの花を乾かすこともできます。お花を生けた時、段ボールが見えるようなら敷き砂を入れましょう。ガラスの小石などが使えますが、これはペットボトルで作りました。ペットボトルを切ったものにマジックで色をつけ、ランダムに切ってオーブンに入れると敷き砂の出来上がりです。もっと熱を入れると白っぽいものもできます。飾る場所を工夫したり、イルミネーションを加えたりして飾り方を楽しんでみてください。この他にも段ボールに切り目を入れてくるくると巻き、お好きな花瓶に入れて造花を飾ることもできます。また剣山を使うときには段ボールをこのように突き刺して、その穴に造花の茎を差し込み、生け花のように飾ることができます。段ボールを使ってお好きなフラワーアレンジを楽しんでみてください。